ディアブロ3では地獄の軍勢が三度動き、人間界サンクチュアリへの侵攻を開始する。人類を滅亡から救えるのは君しかいない。君は5つの職業の中から1つを選び、冒険の旅を始める。主人公はそれぞれに戦う理由と個性的な能力を持っている。バーバリアンは怪力の持ち主で、巨大な近接武器を軽々と扱い、行く手を阻む敵を殲滅する。謎めいたウィッチドクターは、闇の儀式によって敵を震え上がらせ、恐ろしい眷属を召喚して戦う。デモンハンターは遠距離武器の達人だ。クロスボウ、罠、爆発物の扱いにかけて彼らの右に出る者はいない。超人的な運動神経を持つモンクは敵の攻撃を紙一重でかわし、目にも止まらぬ速さで必殺の技を叩き込む。神秘的な魔術の使い手ウィザードは強力な魔法を使い、敵の集団を一撃で粉砕する。どの主人公も成長するにつれて強くなり、新しいスキルを習得していく。さまざまなクエストを達成し、強力なアイテムを集め、魔物の大群を地獄に送り返すのだ。ディアブロ3のマップはランダム生成されるため、常に新鮮な気持ちでプレイできる。サンクチュアリの広大な荒野や古のダンジョンでは、個性的な敵やランダムで発生するイベント、伝説の秘宝が君を待っている。終わることのない冒険を心ゆくまで楽しもう。多彩なカスタム要素により自分好みの主人公を育てることが可能。より良い装備を集めたり、職人の力を借りて新しい装備を作成したりできる。また装備品のソケットに宝石をはめれば性能が強化される。さらに主人公が成長するにつれて覚えるルーン、新しいスキルを使いこなすことができれば、どんな強大な敵が立ちはだかろうとも君の相手ではない。プレイステーションネットワークのオンラインサービスにより、最大4人のプレイヤーでパーティーを組むことも可能。1人でも大人数でも楽しめるよう、優れた物語と数多くのチャレンジ項目、複数の難易度が用意されている。敵との遭遇戦はほとんど無限と言ってもいいほどのバリエーションで生成されるため、プレイするたびに全く新しい発見があるだろう。Your mother's secrets are here. People said she was a witch, but I never believed it. さあ、今こそ立ち上がれ。サンクチュアリとそこに住む人々を地獄の軍勢から守れるのは君しかいない。自らを極限まで鍛え上げ、恐怖を克服し、不浄な魔物の群れを砕け、地獄の帝王を滅ぼすのだ。